ルプロ野球。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではパワープロ2024のマイライフ続きですね、やっていきます。2020年の5月5日、今日は移動日ですね。なので移動しましょう。どこへ移動すんだと思ったら、季節ながら鯉のぼりを見かけるようになった。子供の頃の楽しい思い出を思い出すだけ、特に何も起きなかったな。西武線か、まあそのまま行きますか。試合、最下位の西武、相手は現在3連敗中。よし、負けられない戦いだ。ああ、大島さん死んでる。俺9番バッターなんだ。そりゃそうだよな、全然だもんな。相手の先発は今井投手。ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ、5回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は左の小島、対するライオンズの先発は右の今井。この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。最高、なんか全体的に西武打率悪いな。さあ1打席目、ここは一塁にいるから、しかも案の定めっちゃくちゃ点取られてるやん。大島さんのやる気が、まあ、俺のやる気もこれだけ見るとないけど、なんかつなげよう。ワンアウトだし、どうだ、ポテンと落ちてくれ。よし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 、初球打ち、風12メートル、強い、さすがZOZOマリンスタジアムで。また一塁かで、ワンアウト、変わらんな。さっきの中村さんだっけ、投げた、初球見送って高速進化、まずは見送りました。第2球投げた、入ってくるか、内角低い、ああギリギリ入ってきたな。 V すら5球を投げた、しかもちょっとあれだよね、ムービングするよね。噛みました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト。いや全然今日ダメだ、勝てない、1点も取れないぞこれ。今井まだ投げてる、完封されんじゃねえか。投げた、ストレート、ストレート、ちょっとやっぱずれるよね。見よう投手データ、今井投手、あ変わってるし、打ち、そりゃそうか、スタミナ159、強っ、エースじゃんマジで。ちょ待って、こっちか。ナチュラルシュートかプラスに働いてんな、なるほど。やっぱりナチュラルシュートだと打ちづらいっていう感じなのかな、普通のストレートに比べれば。投げた、2球目ストレート、バッター追い込まれました。やば、投げました、見逃し、いやうーん、ここは3球3球打ちづらい、確かに。いや完全にやった、いや完封されたわこれ、見事な完封勝利、マリーン敗れました。やられた。さて今日のヒーローは4安打完封、本当に今日はそのうち1安打俺が放っている。ご覧いただきました一戦は3の1か、マリーンズ敗れました。いや完敗だな、今日はマジで完敗だわ。今井投手にやられた、4安打完封はすごいな。うん、一応なんか惜敗みたいな感じ、惨敗よ正直。でも2勝3敗か、うちの小島さんももう2敗ついちゃってるね。しかもホームラン2本打たれてるし、まあ3抜いちゃったら悪くないでしょ。うんうん、まあまあまあです。荻野さんは出番なし。じゃあ俺なんかより絶対荻野さん使った方がいいでしょ。もう寝よう、今日は休養、夜は寝る、昼疲れたからな。5月7日、さあ練習はまあまあまあパワーだな。で試合、そのスタメンにはなってんのか。その他設定こっからさ、演出 VR、 いやなりきりにはやっぱできないから、こっから
杉野さん出てないもんね。あ、今日の先発見てなかったわ。ここで確認しよう。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ6回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は右の種市、対するライオンズの先発は左の隅田、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。誰外野だから、少なくともあんなかっこいい守備ができるのは俺ではない。さあ、結構出てはくれるな。ノーアウトで出てるのか。ここはつなげたいね、やっぱり。対左か。投げました。真ん中に飛ばしてストライク。隅田投手。初球ストライクから投げました。流し打ち。どうだ。切れたか。やっぱちょっと見てから打ってるかな。投げました。うわ、サグレッチ完全にタイミング外された。しかも、1対1か。チャンス。いや、ここもでもミート開いてちょっと返したいな。打ちました。初球どうだ、いいんじゃないの。どうだ、オッケー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 。チャンスをものにした。一気にホームへ。マリン勝ち越し。勝ち越しよ。タイムリーヒット。さあ、これでノーアウトランナー1塁。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。ちゃんといいとこに打ったね。さあ、この1点を、おお、取られたけど、また取り返した。うーん、1点差か。一発狙っても良さそうな気はするけどな。第9投げました。打ちました。ギャー、危ねえ。いや、これ狙っていくよ。次の投球、投げた、打った、ちょ、お前走れ、ダメだ。俺の足の速さじゃどうにもならん。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。もうバットか。これ2本目だよね、折れたの。6回までが終了しまして、3対2、マリーンズ1点勝ち越しです。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。このままなんとか取られたか。いや、これはつなげるべきだな。ノーアウトで9回裏でしょ。いや、絶対むしろバントありだよね。第9投げた、初球送ってきた、走って、よし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 、これバントありでしょ。今バントのサイン出てたから、監督から結局取れなかったのかよ。チャンス、いや、これマジさよならか。いや、これは打つべきだよな。犠牲フライってあれでもないしな、二塁だから。ワンアウトで三塁にいたら犠牲フライあれだったけど、ちょっとここはミート開いていこう。しかも初球から狙っていきたいけど、高速スライダーか。平井投手、取れた、打ちました。ダメだ、ちょっと正面に上がっちゃった。ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これで押し切れるか。押し切れない。結局同点か。引き分けで終了です。ご覧いただきましたように3対3引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で ZOZO。 これ評価的にどうなんだ。いや、あそこでさ、バント決めたところでちょっと押し切ってもらいたかったな、後続の。だって俺9番バッターでしょ、ってことは1番に回るわけじゃん。成績ちょっと見たいな。俺がギダ打ったところからよ。9回で、だから石川さんがセンターヒットで、センター前ヒットで、で俺がギダで進めての三振三振か。マジか。三振三振したのか。これはもう投手に軍配が上がってんな。ちょっと どこまでこう、どう、いいんだけど別に。はい、まあまあ1打点ついてるかな。ただ最後はちょっと、あ、ギドギドギド、ほら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 、評価はされたけどちょっと勝ちきれなかった。お、荻野さんさすがです。うわー、やば、不調になった。そうか、好調とかにならないとちょっとさすがにホームラン狙うのはきついか。人付き合いが苦手。遊びに連れて行ってほしい。全然いい、わかりました、一択じゃねえかよ。なんやねん。いや、まあまあまあ、こっちとしてもね、全然いいんだけど。これ誘えるの？誘えないな。練習と休養しかない。まだそんな立場にないからな、俺も。
ちゃんと練習して強くならなくては。1年目だからね、言うて。まだ野球よ、打ち込むのは。なんかもう寝たい気もするけどな。こういういけんのこれ。お出かけ、電話。ここはあれだよね、選手。彼女、誰も連絡先知らねえんだよ。福浦コーチも電話できるのか。遊びってなんかあんの？うわ、勝手にやめる。あ、でも気分転換でさ、サクセスとは違うからな。気分転換で調子が上がってくれればいいんだけどな。ちょっと気分転換してみよう。疲れが取れた。暗いか。まあまあまあ、そうだよね。結構調子重要だからな。で、夜が日ハム戦か。だから、なんかもうなりきりでいいような気もするけど、ちょっと、まあまあまあ。うち勝てないよね。あ、だって、ほらほらほら、スターティングメンバーに入ってないもん、俺。今日は荻野さんが出てる。お、佐々木朗希だ。エスコンフィールド北海道です。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ7回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右の黒木、対するマリーンズの先発は右の佐々木。この両投手の投げ合いです。さあ、間もなくプレイボールです。どうだ、大きいじゃん。あ、取られた。代打、代打はちょっとな、やっぱり一発で、ね、決めなきゃいけないっていうのが辛いよね。しまった、立ち上げてしまった。前方のフライになりました。石井、余裕があります。このままだって変えられさ、変えさせられる。変えないな、来てんな。2の1だったら全然いいでしょう。マジでバントしてんだけど。でもな、ワンアウトかな。ノーアウトだ、ちょっとバントあれだなって思うけど。どうだ、オッケー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 。中継、これ多分守備良かったら取られてたな。これで2打数の1安打。さあ、ちょっとだって動き出し良くなかったもんね、守備の。誰か知らないけど、ファイターズのライトが誰かは分かりません。ちょっとこれ一瞬パパパって見て。松本、痛恨のサヨナラ負け。やられた、勝てん。悔しい敗戦です。誰、さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りして、敗戦投手誰だ。じゃあ、これなんていうの、東妻って読むのかよくわかんない。田中将、3勝7セーブすご。山口、2回、5号もう打ってるんだ。うちのパワーヒッターって誰。おお、5試合連続安打、いいじゃん。出塁もしてるね。チーム負けてるけど総力上がった。ああ、3の0か、皆さん。まあそういう日もありますよ。レギュラー争奪戦だからな、まだあれが乗らないんだよな、何位かみたいな。ちょっと見ないとわからない。あ、これ夜やって昼試合やるんだ。土曜だからか。西野さん、あ、今日うちは、うちっていうか俺はスターティングメンバーに入ってるな。お待たせいたしました。エスコンフィールド北海道です。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ8回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右の北山、対するマリーンズの先発は右の西野。この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。みんな全体的に3割とかいないな。さあ、第1打席、まあ俺は4割あるけど、ね、この異常だよ。ちょっと少し見よう、少し。ちょっと野手データを確認しよう。うち、高部さん。あ、パワーがない。足速っ。なるほど。藤岡。あ、パワーないけど、まあ他が全体的にいいね。足速い。てか足だな。ポランコ。ポランコがプルヒッターの、ちょっとだいぶ尖った感じになってるけど、パワーだいぶあるね。あ、山口、お、強っ。お、やっぱ山口さん、パワーあるんだ。ちょっとミートがないから、本当にもうホームランバッターって感じなんだな。あ、安田さんもパワーある。てか、結構強くねえか、普通に。バランス良くない。だってさ、1、2、3番まで、もう足速いしさ、みんな。
で4番からちゃんとパワー出てるし、安田さん6番バッターだって、ね、もう限りなく B だよえ、これで勝ちきれないか、うちのチーム。ちょっと西野さんはアスタミナがちょっと少ない、先発にしては C 欲しいもんな。まあ、D でもやっていけるっちゃやっていけるけど、てか4点取ってるしいつの間にか畳みかけよう。このまま今日は見送ってストライク、150人みんな150超えてきてるかな。投げました。ちょっと第3球を投げました。あ、これ入るな。低め見送ってストライク。いや難しい。追い込まれました。第4球を奪三持ってるのか、しかも投げました。打った。フルチェンジ。打点。野村落下点に入った。野村掴みました。いやまあでもチームの勝利がランナーはありません。最優先だもんな。第2打席ちょっと狙っていくのか、狙っていくには今ちょっと調子が悪いから、さすがにミートも良くないしパワーも良くないから強振にすんのは危険だな。まあ、こういう時は打ちました。打率を稼ぎたい。オッケーオッケーオッケー。いいバッティングを見せました。もう1本打てればバンバン台でしょ、ぶっちゃけ。塁に出よう。ツーアウトだし。柳田は。ストライク。柳川か。151キロ。第2球。打ちました。どうだ。内野安打マジ期待できないかな。1塁送球。アウト。足遅すぎて。マリーンズ結局三者凡退、無得点に終わっています。しょうがない。おお、今日はいけるな。勝てんなこれは。まあ野球はね、何が起こるか分かんないけど、分かんないけどいけるっしょ。第9。あとはもう自分の成績だけだよ。いきなり152キロ。第2球高速スライダー。スライダー投げた。危ない球。ちょっと投げた。ほい、打ちました。レフトへ持っていった。レイエス取りました。これでツーアウト。ちょっと正面に飛んでしまったな。お、全然いいじゃん、全然いいじゃん、今日はいいよ。見事勝利を収めました。さて本日のヒーロー、おー山口さん今日3打点を挙げる活躍を見せました。3打点ホームラン打ったのかな。本当に今日は大活躍でした。先発投手がどこまで投げてるか。快勝、久々に見た気がするな。あ、西野さん勝ってるわ。あ、安田さんがホームラン打ったのか。ってことは普通に走者一掃とかだったのかな。まあまあまあ4の1いいんじゃないの。チーム連敗してる。5球が1上がった。荻野さんは出番なし。ま、練習しよう。さあ日ハム3連戦の最終日か。メルセデス相手は伊藤。おお、伊藤は知っている。お待たせいたしました、エスコンフィールド北海道です。でもどういう投手かは知らない。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ9回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は右の伊藤、対するマリーンズの先発は頼れる助っ人メルセデス。以上の両先発、さあ間もなくプレイボールです。ちょっと確認しよう。ホームロッテ1点取ったね。ホームラン打ったか。マリーンズヒット数からして一回一回確認しよう。まあ見たは見たはずなんだけど、さすがにね、一回見ただけじゃ覚えられないからね。やっぱ杖コントロールし、スタミナ154、スプリット、スライダー、スローカーブも1持ってんのか。なんか超スローボールみたいなの投げてなかった。まあまあまあいいや。第9初球を打った。抜けろ。よし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 、もうストレートしか打てないからね俺。ナイスバッティングです。お、ルイで、こういう時さ、バントしたらどうなるの、マジで。第9、今1点欲しいっちゃ1点欲しいから。初球決まったストライク。まずは見送りました。際どいとこだな。これから2球目。直球見送って、ストレートで押してくんな。バッター追い込まれました。第3球。危ない球。スプリットか。絶対打てなかったな、入ってたら。投げました。打った。スライダー、あ、やばい、これゲッツされる。最悪だ。セカンドやべえ、怒られるこれ。アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。完全にやられた。これ見事な643だよね。5回の表が、あー1点
戦勝負だな、マジで。あ、これ待って待って待って、ツーアウトか、犠牲フライも狙えない、自力でなんとかしなくては。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、第9球、うわ初球からどうだ、いけいけいけ、よし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 、マリーンここで勝ち越しました、スライダーを打ったよ、マリーンなおもチャンスが続きます、マリーン見事チャンスをものにしました、チャンスに強い男、これで勢いがつきそうです。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。おお、いいじゃん、あ、取られた、でも田中降板、ここでマウンドに上がったのはロドリゲス、今日4人試合はこれから、まあ、まずは塁に出よう、1球目ストレート空振り、いきなり154キロ、第2球投げました、ストレートでストライク、早くも追い込まれています、第3球を投げました、もうツーシームファースト、打ちづらそうな、また球を持ってるな、投球これから5球目、いやー後続進化無理です、空振り三振、でも1点取ったよ、マリン見事勝利を収めました、勝った勝った勝った、本日のヒーロー岡さん、本当に今日は大活躍でした、決勝点タイムリーヒット、ご覧いただきました、おお、まあまあまあ、カラカは2勝、西武コールゼロ、4-2、おお勝ち越した、タイムリー5人切りって何、ゲッツーは帳消しになったな、0打数0安打、今日は大活躍だったな、ありがとうございます、ぜひ行きましょう、さあそして移動、強い不調になってしまった、やばい、一応これ経験点とかも関係あるのかな、やる気で、オリックス戦の前に寝よう、首位オリックスか、リーグ1の防御率、投手力のあるチーム、マジですか、田嶋投手、お、今日小島さんだ、市民球場です、オリックスバファローズ対千葉ロッテ、普通の市民球場だし、6回戦の模様をお送りしてまいります、バファローズの先発は投げるサイレント系田嶋、対するマリーンズの先発は左の小島、この両投手の投げ合いです、さあ間もなく試合開始となります、あ、荻野さん出てるってことは俺出てねえや、いいじゃんいいじゃん、頑張れ頑張れ、うん、特に何にもないから塁に出ろってこと、あ、マウンド上はリリーフ変わってる、今シーズン初のマウンドに、マリーンズ初のマウンドに行ってるよ、じゃあ見ますか、伸びリリース、ストレート158キロも出るんか、いやもう速球半投手多いな、まあ、でもこういうのは第9ストレートをやっていけない、いきなり150キロ150か、第2球調子がそんなに良くないから、打ちました、俺も相手もライト前に出るヒット、ストレートはもう大体なんか合わせられるようになってきたな、ああ、逆転されてんじゃねえかよ、おい1点ってか俺下げられてるし、うすげえ勝負だなこれ、引き分けで終了です、ご覧いただきましたように5対5、引き分けになんとかなったけどさ、実況は私どうも途中の経過がすごかったよ、点数の点のこう入り方が、だスコアボードね、最初3回に1点取ってで4回じゃなくて5回か、5回に2点取って3対0のところを7回4点取られて逆転されて、で8回1点取って追いついて、で12回に1点取って勝ち越しだってなったら1点取られて同点っていう、なかなかドラマチックな戦いだったと思うんですけど、
俺は1回しか打ってない。代打経験値結構上がってきてるけど。おお、5-0、ちょっと調子悪いですね。さあ今日も練習。一旦 CC を目指したい。能力的には、うわ、やる気ないやつがいっぱいいるな。上位打線が結構やる気あるか。向こうの山岡投手が調子良さそうだけど、谷内さんどうでしょうか。市民球場です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ、7回戦の模様をお送りしてまいります。バファローズの先発は右の山岡、対するマリーンズの先発は右の種市。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。俺だけすげえ打率してるよな。マリーンズこの回の攻撃、ま、ストレートを狙い撃ちして塁に出る。打ちました。初球打ち、美優館ライナー破った、センター前ヒット、クリーンヒットです。だいぶ対応できるようになってきたな。ナイスバッティングです。これをあと強振でホームランに持ってきるようになれればいいんだけど、さすがに不正不調だからな。パワーどんくらい下がるんだっけ。もう1ランクくらい下がるよね。初球打ちました。ストレートは大丈夫だ、だいたい大丈夫。もう初球で狙っていけるから打率は多分ガンガン上がっていくんじゃん。いいバッティングを見せました。てか俺いつそのレギュラーに定着できんの。リプレイをご覧ください。ほらいいよ、今日はもう猛打賞いけるよ。よし、1点取ってるし誰も塁に出てないけど、自分の打率を上げていくっていう、それだけ。それもストレート狙いで、あ、これもストレートでしょ。初球ちょっといいとこに行ったかな。ああ危ない危ない危ない、ギリ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 。ナイスバッティングです。いいところに行ったかなって、その良すぎるところでそのままライトフライ、正面で定位置でライトフライになっちゃうかなって思ったけど、猛打賞ですよ今日は。そして1点勝負チャンス、あーこれはものにしたいね。今日絶好調男だから行くよ。かといって別に強振にはしない。フォークボール見送ってストライク、角中さんか。第2球投げた、これ見送ってストライク、微妙。バッター追い込まれました。やばいです。3球目打ちました。ちょっと待って待って待って、無理でした。ショートこれは守備範囲内、アウト。チャンスに打てない。まあこの1点守りきって頼むぞ。オッケー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 。見事な完封勝利。おお、トネシさん完封した、すげえ。これはいい試合だった。4安打完封、勝利を収めた種市、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦。俺は一人で猛打賞をやったけど、僅差で勝利、チャンスに打てなかった。あそこで1点取ってれば種市さんも多分気持ち的にだいぶ楽だっただろうな。その 1-0 だからね。 1-0 で完封がすごいよ。4勝、おーすごいじゃん。うちの種市さん、あ、佐藤7回1号打ってる。え、その1号、これさ、あーでもあれか、今日は市民球場だから。ZOZO スタジアムだったら種市さんと佐藤さん、あのね、2人お立ち台に乗せてもよかったと思うんだけど、まあまあまあ、今日完封してくれた種市さんの方がすごかった。猛打賞だから、まあ別に猛打賞だけどチャンスをものにしたわけじゃないかな。さすがにお立ち台には上がる、チャンス経験値下がってるか。初球ミート D 以上必要ってことなの。え、そんなの今日出番がありませんでした。まあまあまあ、おー不調、まあよし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 。というところで、まあ打率5割か今、なんだかんだで5割打ってんだという感じで、じゃあ今日はこれで終了したいと思います。5月16、どっくらい進んだ。1ヶ月は進んでないよね全然。何試合くらいやったんだ。 1,2,3,4,5,6,7,8 試合は1回につきできるのかな。まあそんなわけで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。